わなんか、カットされてる。プロローグを見る。マンション密室殺人件から始めるってなってる。ちょっとあり、親切なことしてもらってんな。さあ、どうしましょうか。まあ、スナイパーが窓越しに狙撃したっていうのもね、まあ、つじつまが合いました。私の甘美なる推理によってね、導き出される、濃厚で水耕で、完璧に水耕な、濃厚な、なんて言ってんの？その真実上、被害者は、部屋の外で撃たれて、運び込まれた。まあ、現実的じゃないですか？被害者は、部屋の外で撃たれたんですよ。その後、自宅であるこのマンションに帰り、被害者自ら、部屋に鍵をかけた、行きたいと。え？なんと！まあ、待ってください。被害者全然頭抜けなんですよ。嘘でしょ？なんでそんなヒーヒーで運ばれたんじゃないの？それでも、とりあえず移動したって言うんですか？そうなんでしょうね。ってないと、この密室の説明がつかない。外から鍵をかけるとかなかった？まだ。それ見てください。この倒れた方に、多数ゾンビもののビデオが入っています。急に証拠増えたぞ。被害者は、ゾンビ映画を見せつけるし、自らもゾンビになったと考えるのが自然です。自然じゃなくなった、一気に。いや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 。仮にそうだとして、現場の部屋の玄関付近では女性が井戸端会議をしてました。そんな女性たちの横を頭に自分のゾンビですが、家に入ってったと言うんですか？もちろん女性はそんな証言をしていませんよ。ゾンビがマンションの廊下を歩いている。その光景があまりに異様すぎて、彼女たちが現実と認識できなかったとしても何もおかしなことはありません。そう。証言者たちもそれは信じてもらえるかどうかわかんないよ。うん。じゃあゾンビの方はどうなるんですか？なぜ彼女たちに助けを求めなかったんですか？ゾンビがこういう鍵できたらびっくりするじゃないですか。女性を驚かしたくないという。これは、被害者なりの最後の優しさだったんですよ。うん。君は、被害者の死ぬ間際の推理、仕込まれ推理したというのか。大したものだ。いや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 、ちょっと待ってくださいって。いや、そうか。もう何も言うな。これ以上は、被害者の思いやりを踏みにじることになる。こういうやりきれない事件もあるんだ。はぁ、わかりました。わからないさあ、というわけで、犯人の人を別の人にしてみましょうか。これは黒いシルエットの人物にすると、エンディングの黒いシルエットの人物が増えていくわけですね。じゃあ、まあ、隣の部屋の女性にしてみようかな。女性も何か恨みがあったのかもしれない。この隣の人にね、動機が何かあったのかもしれない。ムービングマシンがね。犯人は隣の部屋の女性でしょう。なぜです？我々には、まだ解かなければいけない謎が残っていますね。なぜ、本棚が倒れていたかという点です。うん、確かに。状況証拠からか。確かに。私も気になっていた。本棚は、隣の部屋の女性が倒したんです。それはありえないですよ。本棚が倒れたした時、女性はその友人と会話していました。アリバイがあります。実際はこうだったんじゃないでしょうか。玄関前で、二人で会話していたが、何か理由をつけて、家主だけ一度部屋に入ったのでしょうか。おそらくそれは10秒ほどだと思います。しかし、その10秒を利用して本棚を倒したのです。そして何食わぬ顔で玄関に戻り、大きな音がしたねと、玄関前で待っていた友人に話した。以降は、安岡刑事が最初に説明した流れで遺体が発見されました。我々は本棚が倒れた時間、イコール殺害時間、された時間と考えていたが、それはアリバイつけて罠だった。そうです。仮にそうだとして、女性はどうやって本棚を倒したんです？あなたの説だと、女性を入っていたのもちろん自分の部屋なんですよね。そうです。そしてそれは、事件現場の隣の部屋。もう一つ、一応図を見てください。うん。女性の部屋は、この位置だったんじゃないですか？まあ、そうなるね。基本的には。それはそうなるわ。そう。本棚があったと思われる壁の向こうです。まさか？だからですね。女性は実際に入ったと、ここの壁を。いわいよ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 待ちなよ体当たりするのして思いっきり言わしたんですよ。本棚なんて体当たりで倒れるの俺知らんないけど。マジか、物理的、やっぱ、物理的な力ってパワーやな。もうパワーやな。そして本棚が倒れた。なにこれで女性の壁は崩れます。そういうことだったのか
いや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 、できるわけないですよね。体当たりするだけで壁が揺れてた。さらに、女の子倒れた。ありえない。できるわけがない。いや、そうか。できる、できないじゃない。やるんだよ。そうです。やるんですよ。そして女性はやり遂げたんです。いや、いやいやいや。さあ、やそか、さっさと行くぞ。犯人の元にな。はーい。物理的な力強すぎだろ。さあ、絵画の話ですね。絵画がどうやってすり替わったのかのトリックを説明するところです。さあ、じゃあ、絵画は、実はね、警官が警備してるってことを、まあ、危惧して、すり替わってない説。絵画はすり替わってないんですよ。最後まで本物のままだった。そうそう。そうやってして警官を陽動させてって作戦じゃない？何？いや、だが、偽物とすり替わってるって話だったぞ。それは誰が言ったんです？おそらくこうだったんじゃないですか？現場には50人強の人間がいた。その中誰かが言ったんです。大変だ。これは偽物だと。まさか。それでみんな騙されて慌てふためいたというのか。あるわけがない。意外とそんなもんなんですよ、人間って。そう、集団心理よね。例えば、一人が電車で大声を上げたら、まあ、非常ボタンを鳴らすっていうこともあるからね。うん。別に間違ってないと思うけど、そこまで行くと。いや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 、現場にいたのは警官50人だぞ。疑うの趣味のやつらだ。疑うのが趣味のやつら。絶対にありえない。君はメンタルだろ、今回ばかりは。ところで警部、え？は？実は私が犯人なんですよね。何？私は君を信じていたんだぞ。それが犯人だぞ。騙したな？え？警部、今のは嘘ですよ。まあ、こんな風にいくら警察でも騙されたりとか騙されるんですよ。ね？あー、ここでも伏線できちゃうんだ。へー、ちょっと面白いね。こういう選択肢でもさ、犯人って自分で自白するんだ。じゃあ、あそこで自白するんじゃん。さあ、犯人は誰か。ついつまが合うとすれば、本物かどうかなんて見極めるのは美術館の館長ですよ。ってことは、ね、本物で警官を陽動させるのが趣味のような、そういうちょっと愉快犯に、ニュースに取り上げられることによって、この美術館がさらに有名になるみたいな、そういうことを虎視眈々とね、うん、己の眼光で、眼差しで狙っていたんじゃないですか。犯人は、館長の倉石さんです。館長が犯人だったか。一応理由を教えてくれるかな。鍵はルパンです。ほう。謎の人物ルパンですが、現場にいたということは、それは館長が招待したんですよ。ああ、そうだ。現場にいた警官によると、館長からルパンを紹介されたそうだ。正体不明の謎の男と。つまりですね、館長は、ルパンという明らかに怪しい人物を横に置いて、自身への疑いをそらとったんです。そう、ルパンというさ、やっぱ、ね、おとつさんっていうようなやつをね、置いとくことによって、自分をね、への、自分が仮にね、盗んだとしても、保険になりました。ルパンなんて怪しい男がいたら、誰だってそいつが書いたと思うでしょう。うん。何？そういうことだったのか。謎の人物が犯行現場にいたのに、そんな意味があったと。気づかなかった。ルパンはまんまと利用されたわけですよ。ですから、回答の正体は館長の倉さんに決まりです。もう分かった！早速館長の逮捕に動こう！おとつさん！さあ。まず、西木戸さんだったから、誰か初めに殺される事件なんですけど、全員がいたというアリバイを崩す。世の中にはですね、人形を人と何人と扱う人もいます。やっぱ大事ですから、人形を大事に扱う人だっていますよね。写真を撮ったりしたりとかさ、お気に入りのもう家族とすら見る人だっています。なので僕はこう思います。一人はミカちゃん人形だったということで、犯人一人はミカちゃん人形だったんです。ミカちゃんって小さなおもちゃの人形の？そうです。アホはそんなわけあるかいな。そんなことやってたらさすがに気づくやろ。本当ですか？誰かちゃんと確認しましたか？あなたは人間ですか？ミカちゃん人形ですか？って。全員に。いやいや、してへんが。だったら私の推理を否定する根拠はないですよね。反応すれば、きちんと確認した上で、反応してくださいよ。証拠を提出してください。そうだ。証拠はどのような調査にも必要だ。そうだよ。こっちのね、推理も全く証拠はないんや。でも、犯人なんや。知らんけど。あの時、リビングにミカちゃん人形がいなかったということを証明しなければ、私の推理は否定されなかった。うん、その通りだな。
皆さん反応ありますか？ないようですね。ではあの時リビングには犯人の代わりにミカちゃん人形がいた。これで決まりだ。決まるかさあ、これは毒の話ですね。コーヒーを飲んだ時に全員コーヒーを飲んだんですよ。で、毒入りのコーヒー、ゼミ鋼タイプだったりメイドの話とかしてましたけど、どうしましょうか。いや、一番基本的なことに帰るべきかもしれません。砂糖に毒を仕掛けたんですよ。はい、犯人は砂糖に毒を仕掛けたんです。ということはやはりメイドが、いえ、メイドではありません。それはありえない。怪しきさんに比べた砂糖に触れたのはメイドだけだ。怪しきさん、そう、誰でもよかったんです。実は誰でもよかった。怪しき砂糖に毒を仕掛けたわけではありません。犯人は自分の砂糖に毒を仕掛けて、それを被害者のコーヒーに投げ入れたのです。え砂糖に毒仕掛けて、あ、そうか。例えば私犯人だとします。するとこんな風にね、そうそう、ポイって投げたよね。おらってなんと、いや待ってやなんかコーヒーに向かっておらって投げたらポチャンっていくやろ。待ってや、そんなことありえへんやろ。そんな勢いくコーヒーなんかどうや止めちゃえないか。怪しきさん気づかんわけがない。しかもこんな対角線上にポイなんて投げたらな。ほう、では勢いつけそうに入れるか可能性な。そうだよ、関西弁隣の人、あなたが犯人になりますが、それでいいんですか？あ、そうだよ、一番このトリックで言うんやったら怪しいのは妻と関西弁の男になってしまう。ああ、いや、そうやな、勢いよく入ったがたまたまコーヒーが飛び散ってるけどたやすいな。さっきの俺の勘違い、撤回する。いや、撤回しないでくださいよ。そんな勢いよくコーヒーに誘われたらコーヒーが飛び散るに決まってます。ではコーヒーに投げたという投げ入れた薬はやめましょう。ところで奥さん、コーヒーが準備されている途中、被害者会話してましたね。ええー、そうですね。あなたは自分の人に毒を仕掛けて、そう、一個だからね、被害者に口に、いやなんで口に投げ入れるのよ。コーヒーに入れることができないなら殺すんですか。なんで口に投げ入れるえ、会話してる時にポイってあげんのえ、待ってください。私はコーヒー投げ入れた説を押します。きっと犯人は丁寧に砂糖を投げる練習をしてたのでしょう。待ちなさい。いくら丁寧にやったことで、コーヒーで砂糖を投げれたら、コーヒーが飛び散るに決まってるんでしょう。皆さん、しっかりこんごいてください。82個。確かに。そうかもしれません。では、社長さん。82個の砂糖を削ってるなら、多く漏らせが1個譲らせると言って、得意砂糖を譲ったとしても不思議ではありません。そうだよ。ちょっと82個多すぎたって何を。ということで、この数にご紹介と思うんですが、どうでしょうか。これは辻褄が合いますよね。ん、それは良くないな。砂糖が投げ入れた時コーヒーが飛び散ったか、あれしかさんは気づかなかったんだろう。そういうこともあるかもしれないな。もうあるなることはいませんが。では、このコーヒーに砂糖入れたことが投げ入れたと採用ということで、これが真相です。ちょっと待ちなよ。ここ変わんないんだよな。これ多分変わんないよね。じゃあ私が犯人。そう思わされない証言、私が犯人。あ、ここは絶対そうなっちゃうんだ。だからもうここは変わっちゃ、変わらないんだね。関西弁の男は、まあ、外れます。夫を殺された妻だと思うんですよ。今までね、まあ、夫と一緒に、よくある話じゃないですか。まあよく推理物ではよくある話ですよ。ね。夫の数ある行為に嫌気がさしたとか、ついやってしまった。ないない話ではありません。悲しい物語かもしれませんね、これは。犯人は、夫を殺された妻、あなただ。全く証拠はない。知らんけど、あなたが犯人だ。え、なんで私が犯人になるんですか？確かに。彼女に犯行は難しいように思うよ。残念だが今回は君の甘いじゃないかね。いえ、これが真相です。そもそも、あなたは夫を殺されたと言い張っていいが、その夫はどこに登場したんですか？これまで亡くなった方の中に、あなたの夫らしい人物はいないじゃないですか。え？殺されたのは、女子大生の西木戸さん、女主人の荒屋敷さん。メイド、本当だ！あれ？女主人だったの、荒屋敷さんは。てっきりね、荒屋敷さんが男だと思ってたもんね。あ、え？ほら、あなたは、夫を殺された妻という、いかにもな被害者を装って疑いから逃れようとしたんです。まったく考えたもんですね。そうだよ。夫といえば誰かが夫って思うよね。あまり死んだったら全く気づかなかった。確かに私も彼女の夫に会っていないぞ。殺すまでそんな人物は最初からいなかった。え、いやいやいや、どういうこと？
私も状況わからない。一体私は誰の妻なの。さあ、犯行を認めた回数はやっぱりなんか最悪3つになっちゃうそうだけどな。はい、絵画の時とか。あ、やっぱり言うんだ、ここも。いやいやいや、こう、これも言うんだ。回想に入っちゃうんだ、今回ばかりは。ところで、ケブ、実は私が犯人ですよね。自白って、これ自白って捉えちゃうんだよな。で、砂糖投げ入れたことも自白って捉えるんじゃないの。ほら、主人公っていうのも、嵐さんの砂糖に毒を仕掛けたわけではありません。犯人は自分の砂糖に毒を仕掛けて、それを被害者の子に投げ入れたのです。たとえ私が犯人だとします。はい。私が犯人って言っちゃったらダメなのだ。待ってください。え、誰だ。私は、マンション密室殺人の犯人です。被害者を銃殺したのは私です。その後、気合いで炭素を通して、殺害時刻をごまかしました。なんで本当にやったのかよ。なんで気合いで本当に炭素倒せんだよ。そちらの名探偵は全て当たっていたんですよ。私たちは、彼が言い当てた犯人です。絵画を盗んだのは、私です。疑いの皆さんですね。呼んだルパンが逆に私に怪しまれた材料になるとは思いませんでしたよ。警部の推理は誤っているんです。このままでは、彼が捕まってしまうという上、我々が自発しに行きました。島根の事件の犯人は私です。私、本当は独身なんですよ。とっさについては嘘でしたが、面談店の前にはうまくいかないものですね。ちゃんとこの専用セリフのさあ、作り込んでんな、ある意味。では、まあこのシーンが最後ですね。まず、密室のトリックです。私は思うんです。わかりません。はぁ、あ、はと言われましても、君はさっき、犯人が分かりましたと言ってたじゃないか。そうだね。入るときに犯人が分かりましたって言ったんだよね。そうですね。確かに言いました。ですが、密室のトリックは分かりません。そんなバカな話があるか。でも逆に考えてくださいよ、警部。まさか犯人も自信満々に現れた探偵が、分からない見当もつかないとは言うと思わないですよね。つまり、今の状況は犯人の予想だにしない時代に突入しているというわけです。我々は、間違いが今犯人の手の内の外にいる。事件解決は近いと思いませんか。確かに、そういう考え方もあるか。え、あるんですか。捜査に何も進展はありませんよ。いや、そうか、捜査に何も進展がないことは分かったということだよ、この名探偵の発言によってな。はあ、捜査とは地道なものだ。小さい発見を積み重ね、やがて真相にたどり着くんだ。よく覚えておけ。わかりました。わかりません。知らんけど。このね、銃殺事件の犯人は僕は管理人だと思います。犯人は第一発見者の管理人でしょう。第一発見者は一番疑われやすいってのもあるからね。うん。安岡刑事、管理人と言ってますが、その人物は何の管理人なんでしょうか。そうだよ。それはもちろんマンションの管理人じゃないのかね。確認しましたか。いや。明示的にマンションの管理人ですかと聞いて覚えないが、聞かなくていいと思うけどな。確かにそうですか。いや、彼のマンションの管理人室で自動調査を受けましたよ。お茶も入れてくれました。お茶の歯の場所もコップ文字も把握していて、不自然な故障はありませんでした。マンションの管理人だけは何の管理人なんです。犯罪の管理人ということもあるかもしれません。犯罪の管理人。もし、その人物が犯罪の管理人なら、間違いなくこの事件の犯人でしょう。なんといっても、犯罪の管理人ですからね。なるほど、確かに。いやいやいや、犯罪の管理人って何ですか。さらにその犯罪の管理人というのが、なぜマンションの管理室で常駐してるんです。まあ、それは確かに。いや、待て、そういうことか。ここはマンションではなく、犯罪マンションだったんですよ。事故物件的なね。犯罪マンション。だから、犯罪の管理人が常駐してもおかしくない。なるほど。発想を転換、そう。危ないなと思ったら、発想を逆転させるんだよ。わかってる。発想を逆転させる。事件現場が普通のマンションである前提からまずね、逆転させるんだよ。そうすれば、変わってくる。なんや、そうか。え、あ、え、あ、そうですね。ええー、もう納得せざるを得なくなっちゃった。もう勢いで乗り越えちゃったね。さあ、絵画がすり替わったトリックを明かしてくださいということなんですけど、絵画はね、ジグソーパズルだったんですよ。そうすれば、まあ、不思議な、まあね、
普通に袋に持てるからね。絵画はジグソーパズルだった。その絵画ですか、ジグソーパズル形式だったんじゃないですか。おお、よくわかったね。変わった科学者だね。自分の描いた絵を切ってジグソーパズルの形にするんだよ。やはり。つまりですね、回答は1ピースずつ徐々に偽物と交換していったんですよ。やっぱね、地道な努力がね、全体が急に偽物にすり替わったら気づくかもしれませんが、小さいピースごとに徐々にすり替わってたら気づけない。なるほど、そういうことか。警部、現場に絵画風のパズルピースを持ってたやつがいたんじゃないですか。そんな話聞いてますか。ああ、いたらしい。ずっとパズルを組み立てた奴がいたと言って、おかしい奴がいるもんだなと思ってたもんだが、まさかそういうことだったとは。じゃあそいつが犯人じゃねえかよ。なんでパズル組み立てていた奴がいるんだよ。ということで、まあこの絵画を盗んだ犯人、秘書なら組み立てることも容易ですよね。いつだって見れるんですから。館長の秘書ですよ。秘書が犯人でしょうね。秘書が。館長の功績は、秘書によるものも大きい。そう警部はおっしゃってましたね。秘書は、自身の手柄を館長に横取りいつもされていて、もうね、我慢が限界だった。可能性もある。そう。これが動機に、ムービングマシーンになり得るんですよ。だから絵画を盗んだ。手柄を盗まれたのなら、私は絵画を盗むという当て付けだったのかもしれませんね。なるほど。納得できる動機だな。ただ、回答はこれまで1年ほどずっと活動を続けていてな。今回は通算5回目の犯行になる。手口から同一犯として見て間違いない。すべて秘書の仕業だったんだろうか。それ早く言ってくださいよ。進まなかった。というと、やはり、回答の正体は秘書ではない。いいえ、そんなことありません。目立ては、自分の推理を覆えたりは決してしない。一度ね、言ったね、筋道を立てて推理に基づいていくんでね。では他の事件も秘書の仕事だね。そうです、秘書なんてどこにもいるでしょう。秘書が犯人とは言いましたが、今回の秘書である牧田さんが犯人とは言ってませんよね。今回は牧田さんが犯人、他の事件は秘書の、まあ、よくわかりませんけど、鈴木さん、佐藤さん、伊藤さんという人が歴に関心者にいて、それとか犯人だったんですよ。全部秘書には違いません。つまり同一犯と言っていい。そうですよね。いや、そうなのか。それは同一犯じゃないんじゃないか。頭が硬いな。回答の正体は秘書だった。そして秘書の正体は牧さん、佐藤さん、田中さんだったっていうことですよ。秘書という正体としては複数犯になりますけど、回答イコール秘書である限り、回答は同一犯と言っていい。うん。すごくわかりにくい話をしてます。わかりにくい。が、まあ、君が言うのはそうなんだろうな。わかった。至急秘書を逮捕する。いや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 。佐藤さんを田中さんを放置しないで。さあ、じゃあまずは、マンションの殺人事件の、一つ目の殺人事件の、からくりを、外部犯の犯行だったと思います。何まさか警部。その説が、完全に、いや、外台風、いや、言うとんねんけどね。外台風で全員が、この、間にいる中、どうやって、その、錦戸さんを殺したか、外部犯ですよ。うん。まさか警部、その説が完全に頭から抜けてたんじゃないですか。ああ、まさにその通りだ。なぜだかわからんが、外部さんの線はないと勝手に思い込んでいた。うん、まあ、仮にそうやとして、現在その外部犯だとどこにおるんや。もちろん、この館の隠し部屋にいるんですよ。隠し部屋、その手があったか。まさか警部、隠し部屋ないと思ってるんですか。そう、絨毯の下とかもあるかもしれないな。普通にね、我々の会話は絨毯の下で聞いてるかもしれない。その通りだよ、君。まさかそんな私の裏を書くような真相だと。信じられん。そして、それを言い当たる君はやはり天才だ。さあ、毒殺のからくりを説明するときがやってまいりました。思うんですけど、これは、あえて周りをワッてさせる演技だったんじゃないかなと。あれはすべて、被害者の演技だったんです。何？荒屋敷さんは、毒殺されたわけじゃないんですよ。我々は脅かそうとして毒殺するための演技をしてたんです。そう、生きてるって、一言も言ってない。そう、殺されたなんて一言も言ってない。それは何のために？そんなこと知りませんよ。苦しみ出して、倒れたことに驚いた我々は必死に声をかけたが、怪しきさんの反応はなかったぞ。すごく演技に集中してたんでしょう。まあ、ちょっと待って、仮に演技やったとして、そうなると結局どうなるんや？彼女はまだ、生きているということです。どこで？それは、あれ？そういえば彼女の死体はどうしたんでしたっけ？確か亡くなった後、
荒屋敷さんの実質を見て遺言書を見つけたんですよね。ええ、ええ、そうです。遺言書にこう書いてあったら、私が死んだ時は、私に重りをつけた上でこの島の近くの海沈めてください。何やそれ。すごい遺言やな。遺言書を見て、私たちは、いえ、もう、その先のこと構えもいましょう。あれ謎、あれ倒れた時に、それして、あれ重りのせで、あれ私たち、あれおーいこれはやった、あ、やったやった、これはやったわ。まあ、これはもう、同じですよ。私が、犯人だー、そう思わざるを得ないですけど、実は、そうでないんだよ。私は犯人だ。みんなはそう思うかもしれないが、私はそう思う。君は死にくしないからね。私は犯人だ。私がさあ、ではこのね、連続殺人事件の真犯人を言います。角砂糖82個も飲むような人は多分犯人に値します。知らんけど、犯人は小太にしよう。あなただ。全く証拠はないがな。私が？冗談でしょう。私が違和感を感じたのは二つ目の事件です。あなたは角砂糖を82個をメイドからもらいましたね。82個です。82。8と2。は、と2。犯人！はと2で犯人！犯人！犯人！バカな。角砂糖をたまたま82個もらったら犯人されるなんて、そんなバカな話があるか。ハト2で、犯人！犯人！犯人！犯人行くぞ、犯人を確保するわ！あれ？第3の写真？あれ？あ、ここだけ？あ、ここだけなんだ。あれ？あそこだけなんだ。私たちはって言って沈めたんじゃないの？あ、そう。私は、マンション密室殺人事件の犯人です。犯罪マンションの、犯罪の管理人です。被害者を銃殺したのは私です。そちらメーターの推理は全て当たってたんですよ。私たちは、彼が言い当てた犯人です。絵画を盗んだ私、秘書です。どこに書かって？それは秘書です。秘密です。警部の推理は誤ってるんです。このままでは、彼が捕まってしまうと思い、我々が自白しに来ました。島根の事件の犯人は私です。まさか、私の起こした砂糖のミスが、命取りになるとは。感服いたしました。なんでもありだな。全く確証はないけどね。あなたが犯人です。面白かった。もうノリと勢いで全部粉砕する系のソフトだ。ゲームだったね。ソフトじゃねえ。まあでも、本当にね、このゲームすごい面白かったですよ。全くその確証とか証拠はないんですけど、このゲームすげえ面白かったですよ。知らんけどね。